バーペンフォン・ハンブルクは1740年に浸水し、護衛艦と呼称され、ハンブルクの旗元に行動したフリゲートである。同艦は、ハンブルク提督府と商業委員会から発注され、護送船団を海外における、ハンブルクの貿易相手国まで護衛し、私略船の襲撃から守る任を帯びた。ハンブルクの船団護衛は、この艦と共に終わりを告げた。 1750年頃のハンブルク。18世紀の北極海における捕鯨活動。18世紀のグリーンランド近海における捕鯨活動。ハンブルクは16世紀、ハンザ同盟の権威が失墜すると、経済的な重要性を増大させていった。移住とそれに関連した交易相手の獲得により、帝国自由都市ハンブルクは17世紀中盤以降、 ロンドンやアムステルダムと並び、現在で言えば世界都市に被験する最重要の交易中心都市へと発展し、その交易関係はグリーンランドから地中海や八海にまで及んだのである。その際、非常に大切な気候地はイベリア半島、イングランド、北極海やアルハンゲリスクにあった。証券の拡大とキリスト教国の とりわけ地中海における武力を伴う影響権の拡大は必然的に対立を生み、最終的にイスラム教徒の海賊による襲撃を招いた。これらの市略船はバルバリア諸国から出撃し、鈍重でしばしば無防備に近い20隻から50隻の防易船によって構成される船団を大いに消耗させていた。船は打破され、積みは没収され、 乗組員はしばしば奴隷となるか、身の代金が支払われるまで最悪の環境下で拘束された。捕獲された船長や船員を買い戻すため、船乗りや航海士は用心のかけらの金庫を設立した。これは身の代金の支払いにあたって元となる保険である。この保険に参加できなかったものをも買い戻せるように、1623年には船手や 乗組委員の分担金、国家組織からの補助金及び低督府の税金から構成される奴隷解放保険が創設された。しかしこれらの資金も十分ではなかったため、教会にも募金箱が置かれたほか、家庭でも募金活動が組織されている。17世紀中に、市略戦はその作戦範囲を地中海からジブラルタル、そして英仏海峡を越えて、 エルベ加工まで広げた。その結果、回路を通じたハンブルクへの補給は部分的に滞り、時期によっては物資が逼迫に至ることさえあったのである。さらに、キリスト教国間の戦争は、ますますハンブルクの経済問題となりつつあった。例えばフランスは、グリーンランドへ向かい捕鯨やアザラシ狩りで得た物資を加工のためハンブルクへ運ぶ。 同志とネーデルラントの船舶を打破するべく、ダンケルクから出港する、私略船の数を増やしていった。ネーデルラント、イングランド、フランス、ノルウェー、デンマークといった、当事国のほか、ハンザとシブレーメンや、ブランデンブルクプロイセンも交易路の海賊問題に対応する必要から、対策として、小船団のフリゲートなどの軍艦による護衛を強化した。ハンブルクの指導層は、 国際的な商業活動における自らの重要な地位を可能な限り持続的に確保するよう望み、同じく小船団の保護と、いわゆる護衛艦による船団護衛の組織を決定した。このほか1623年には、特にこれらの艦艇の建造、基礎と維持に責任を負うハンブルク帝特府が創設される。1665年、 ついに公益路の安全を追求する商人と船乗りの需要を満たし、総王の支援を組織するために商業委員会が設立された。実際には最初の所管の建造が決まり、実行に移されるまでにハンブルク邸特府の創設から40年以上を要している。その主な理由は官邸への趣旨とその維持をめぐる意見の不一致であった。 とりわけ海賊によるハンブルクの商船員の捕獲が続き、それに関連する個々の商人の莫大な経済的損失の影響を受ける中、最終的に責任を負う。者たちは、以後のこのような襲撃を阻止するべく出資上の行為形成と献刊の実行を余儀なくされた。17世紀と18世紀、ハンブルクとその住民は、交易に有害な軍事的紛争から距離を置き、 紛争当事者に対して可能な限り中立を保とうと常に尽力していたため軍艦という類別は明確に寄付された。その代わり公的には攻撃よりも防御に適した監視を指すとする護衛艦や死の護衛艦という分類が用いられている。事実上これらの艦艇は武装を重視して建造されていたため全くもって軍艦と呼び得た。しかし火力において 海軍国の軍艦に追随できるものではなかったので、ある。すなわち、これらの護衛艦とは1669年から1747年まで、ハンブルクの護送船団を警護し、ハンブルクの交易を保障し、それによって、一大交易都市としてのハンブルクの地位を持続的に確保していたフリゲートのことであった。ハンブルク帝特府が、はるかに小型の艦を、 外交用に調達したのは四代目バーペンフォンハンブルクより後のことであったため、同館は先代の書館と同じく二層式であったと考えられている。この館は三本マストの横帆舟であった。水運マストの最下部にのみ重版があった。さらにバウスプリットにはスプリットセールを付けることができたほか、消灯が備わっており、 もう一枚の黄斑を取り付けることが可能なジブブームがあった。玄関にあたっては、喫水が課題にならないよう注意が必要であった。さもなければエルベ川の浅瀬、とりわけアルトナサスを安全に航行できなかったからである。四代目バーペンフォンハンブルクの後部は、平らなトランサムスターンであった。人目を引く、中心的な存在、そして地位を代表する彫刻として、 完備正面には2匹のライオンが押さえる盾に城をあしらったハンブルクの大紋章が設置された。上側のフリーズの上には3つの大きな弦刀が取り付けられており、伝統的な線尾部分の外観を完成させている。艦隊の板張りは、現象を含めて比較的なメらかな表面を特徴とする平ら張りであった。4代目バーペンフォン・ハンブルクは、大砲約50門を備えており、 中でも大口径の方は、下部の砲艦パンに配置されていた。同艦には砲より多くの訪問が設けられており、微砲や追加の武装を柔軟に取り扱えるようになっている。当時、これらの方にはらいが用意されており、砲身を内外からスポンジや洗い屋で冷却するべく砲員が使用していた。砲は原則としてネーデルラント、もしくはスウェーデンから輸入したものであった。 1740年に浸水したバーペンフォンハンブルクはその名を関する4隻目にして最後の護衛艦であった。また、同艦はハンブルクで護衛任務を与えられた最後の艦である。1729年から1745年にかけてハンブルク帝特府はすべての護送船団を停止した。1739年、 スペインとイギリスの間で戦争が勃発すると、戦団護層は、ハンブルクで、再び議論の対象となり、最終的に、心臓館の発注をもって再開されている。1740年10月25日、戦争、ミヒャイル・イーベンが建造した四代目、バーペンフォン・ハンブルクはついに、ハンブルクのグラースブローク造船所で浸水した。彼は、社会的地方を築き、先代、 バーペンフォンハンブルクを建造したものの、その時の発注者が課した義務に違反して、不協会、大いに批判されていた戦勝面家の公認となった。クックスハーフェンのリッツェビュッテル艦長。ハンブルクの飛び地である。1741年には、大砲が搭載されたが、この新しい艦は差し当たり本来任務から外れ、護送任務に就く代わりに、ハンブルク港に係留され、 警備官としてエルベ川から町の守りを固めることになった。塩分に乏しいエルベ川の水は艦隊かぶれ早くに悪影響を及ぼしたため、4代目バーペンフォンハンブルクは1743年エルベ河口へと移ることを余儀なくされる。現在のクックスハーフェンにあるハンブルクのリッツェビュッテル艦長とその領地は当時は ハンブルク人の長官が監督するハンブルクの機関にして海賊に対抗する基地でもあり、艦の停泊が可能な港湾を提供していたのである。リッツェビュッテイルに望む北海のより塩分濃度が濃い海水は艦隊を保てると考えられたため、バーペンフォン・ハンブルクはひとまずこのハンブルクの飛び地に止められた。1746年9月2日、4代目バーペンフォン・ハンブルクはスペイン。 あるいは地中海へ向けて、最初にして、最後の戦団護衛を命じられる。当時、同艦の艦長は、ヨアヒムビルヘルムブロッケスであった。しかしこの艦は、かなり鈍く、迅速で小回りの利く、海賊船の打歩や撃退にはほとんど向いていないことが、判明したため、任務は、軍事的自に制限された。1747年8月28日、4代目。 バーペンフォン・ハンブルクは、故郷の近海に戻り、エルベ川を遡上した。ハンブルクに到着すると、改めて係留され、同志による、船団護衛に終止符を打つ。今後も、船団を護衛する代わりに、同艦は、港の警備官や、観光名所としてのみ維持されることになる。そして、気品の来訪を受けたほか、艦上で何度かミサが実施された。 イギリスでハンブルクのために建造された霊宝十二門を搭載する外交用ヨット。他の数隻のヨットと共に外交艦としての4代目バーペンフォン・ハンブルクの役割を引き継いだ。警備艦として30年間収益した後の1774年、武器庫の監督官が官邸を行った。彼は艦隊がこれ以上はミサも実施できないほど危険で悪い状態にあることを 突き止めた。当時、後で会計課の専門家が判定したように、木製構造の分解が、スポンジのような強度しか残さないほどを進展していたと見られる。1774年には、付近の船を危険にさらすことなく、桟橋に繋ぐことができなくなるほど状態が悪化しており、1777年11月19日には、艦隊を売却する許可が下りた。 このように悪い状態にあったにもかかわらず、公の競売で、同館はなお3450マルクの収益を上げている。四代目、バーペンフォンハンブルクの売却をもって、ハンブルク邸特府はこれ以上、護衛館を発注しないことにした。護送するべき戦乱はほとんどなくなっていたため、費用対効果が釣り合わなくなっていたためである。 さらにファンブルクがフランスと通商条約を締結したことでフランスの死略船による襲撃は行われなくなった。その代わりフランスの軍艦が自国の沿岸において死略船からの保護を担当することになる。またアルジェリア人とも和訳が結ばれ交易が容認されるようになった。以後は完全武装の護衛艦に代わり国家のヨットとして 主に外交上の役割を果たす複数の小型艦が調達されたのである。一次資料や二次資料では、ハンブルクの護衛艦は2層の砲艦パンを備える、比較的大型の二層艦であった場合でも、フリゲートと呼ばれることがある。しかしそれらは18世紀中盤以降に導入された砲艦パンを一つしか持たないより、軽量の非常に高揚能力に優れた新時代のフリゲートではない。 17世紀と18世紀前半、フリゲートという故障は多様な艦種に対して使用されており、非常に小型の一層艦から比較的大型の二層艦を含む多くの艦船がそう呼ばれる場合があったのである。商業委員会が設立される直前の1662年6月、ポルトガルへ向かうハンブルクの武装商船8隻がバルバリア海賊のガレー船わずか2隻に露革された。 この主役行為は結局、ハンブルクの商業界に150万クーラントマルクの経済的損失をもたらしている。市議会はその所管の中で、これらの官邸を折りに触れて、オルロークシフ、すなわち軍艦と呼称している。これに対し、ハンブルク帝特府も商業界も、対外的には、それらが商品の防衛に寄与するものであり。 ハンブルクの戦争行為のために発注されたものではないと断言している。方針を水で冷却するこの方法には1794年頃から疑問が呈されていた。なぜなら冷却により構造が破損する可能性があったからである。そのため初めてイギリス海軍が方針を冷却しない手法へ移行していった。スウェーデンの大砲は品質に優れインフラも 良好だったので、当時のハンブルク帝特府は長い搬送経路を感受する用意があった。スウェーデンの大砲は当初品質に問題があったもののネーデルラントの技術が導入されてからは成功を収め、1639年以降のスウェーデンはヨーロッパでも一流の武器製造国にまで成長した。1668年には、 輸出を通じて1346門の大砲が、スウェーデンの製造業者から出荷されている。ムンドフェルド、ビアーライン、クリンガンブラン、P170 及びシパラ、P61 と受決を参照。他のいくつかの文献では、戦勝4の名も挙げられている。いくつかの文献では、地中海のトルコ人海賊に対する出撃としており、他の文献は、 イベリア半島沿岸への出動としている。当時のハンブルクにおいては、船長の職位は購入するのが一般的であった。応募者は船長職に就くため、多数の賛同者と並んで、少なからぬ資金を用意しなくてはならなかった。護衛艦の艦長は150ウターラーの月給を受け取っていたので、この就職活動における出費を取り戻すには一定の期間がかかる。 艦長の専任は、護送船団委員会が行う。護衛艦の艦長は、生涯にわたって、固定の報給と年金を受け取った。ハンブルクは、複数の外交用ヨットを調達したとみられる。1748年以降、まず、ネーデルラント様式の一本マスト艦が使用された後、ハンブルクで建造された艦が、任務に使用できないと判明してから、 イギリスに一石のヨットが発注されている。それは1787年に浸水し、ハンブルクの要求を満たした。ありがとうございます。